い、どうも皆さん、こんにちは。サラエンゲームズさーしゃーヤードモトカの哲也と、リョウト、はい、どうも皆さん、こんにちは。おしんじゅうさーしゃー、こっち側ないよ。はい、ということで、東海オンエアの皆さん、コラボでございます。よろしくお願いします。お願いします。半々のコラボみたいな感じです。さすがにデスターしゃーやろ。サワヤンゲームズになっちゃった。サワヤンゲームズになっちゃった。でもね、連れて帰っていいっすよ。じゃあ連れて帰りますよ。どうすんだよ。いや、ヤンあげますわ。一週間交換で。いや、もう男前来るからいいけど。エア持つけど。ってことで、本日ちょっと東海オンエアさんのお家にお邪魔させていただいておりまして、はい、先ほど動画撮り終えて、まあ、ぜひまだ見てない方はあの動画概要欄貼っとくんでリンクで見てください。お願いします。僕のチャンネルでは、まあ、単純に3人と勝負しようかなということで、はい、まあ、僕のちょっと実力を肌で感じたいということで、まあ、受けて立つのじゃないかという、まあ、完全に上から目線でいきますので、うん、まあ、まあ上ですか。さすがにね、まあ、本日は僕はちょっととしみつさんにいろいろマリオカートを教えさせていただいて、まあ、2人もちょっと見たんですけど、まあそこそこやると、はい、まあ、とはいえやはりマリオカートの実況者として、うん、まあこれ負けるわけにいかないですよね。癖がすごいんだな。しっかりと、実力の差を感じてほしいということでやっていきましょうか。じゃあやっていきましょう、はい、じゃあまずはこの4人でね、想像よりも上から呼べたからでしょ、この実力。どんくらい差があるのかっていうのが全然わかんない。これ1回やってみたわけですね。だって今としみつともやったけど、オッケー、すごいなってなったもん、うん、何選ぶんだろう。僕はもう自然でいきますよ。あれが、なんて、悪い位置が強いんじゃなかったでしたっけ。悪い位置強いっす。でもそれは別にあれですか。あ、もうそんなの、それ出すまでもないっすね。あ、そういうことね。はい、え、ちなみに俺、自然でいい。全然もちろんです。ああまあ、2人とも相棒は自然なんだから。相棒、俺、自然しか使えないから。一応、軽量級の方が曲がりやすい傾向にあるんで、こう、キャラを操作しやすさ、うん、っていう面では、やはり軽いキャラクターの方がやりやすい。で、今回実はマリオカート8デラックス、うん、新しいアップデートが、あー、アップデートね、追加されております。コースが増えてる、ね、これ何か、コースも増えてるんですけど、なんと今回こちらアイテムスイッチというのがスイッチ追加されるわけでございます。はい、今回はちょっと節約なんで、はい、こちらのモードを使って頑張っていきます。これ何か絶対真似しないお前やんなよ。待って、これは俺言いにくいから真似しないチャンネル見てても毎回思うけど、これはやらんなって。結構難しいです。結構難しい。難しそう、うん、でこれでやりましょう。でじゃあ、6レースからやらせてもらっていいですか。せっかくなんで、はい、はい、で、コンピューターも強いにしておきます。で、これチーム戦でいきます。ほう、僕が右、はい、これ、はい、これでいきましょう。え、これどうなるんですか。ちょっと待ってくださいね。これでこうなるんですけど、赤チームと青チーム分かりました。で、あ、こちら、うわ、アイテム選べちゃう。アイテムを、スマブラみてぇだ。なんと、僕らのチームアイテムなしでいきます。はい、やめてます。純粋な走りのみ。そうです。うわ、ね、純粋な走りのみのサワヤンゲームズ VS アイテム全部ありの東海オンエア、どっちが勝つかでやりましょうか。これね、やっちゃったよ。やっちゃったよ。やっちゃってる。やっちゃったよ。じゃあこれでいきましょうよ。ちょっと節格なんで、やっぱりフラッツにやってもしょうがないんで全部。これ勝ったらすごいけどな。いや、このハンデはでかすぎるだろ。なんなら皆様は、うん、やっぱり一番弱いアイテム何かっていうと、もうメダルなんですよ、うん、これだけ僕いただきますよ。あ、逆にこうすれば全部攻撃アイテム出ます。おお、そうかそうか。あ、そうか、メダル出ないのか。出なくなります。うわ、逆に欲しかったらあげますけど、どっちもいいですよ。いや、もうなしでいいんじゃない。そんな、いや、だからあれだよね、ボードをオフにしとくと。あ、オフにしたら俺キノコ出ちゃったよ、絶対に。オート、あ、そうなん。いや、やっぱ今週おきましょう、うん。あ、じゃあそうするともうメダルしか出ない人になる。そう、僕がメダルしか出ない人になるんで。これが一番でかいハンデだ。これが一番でかいハンデです。俺らだって防御する意味な、理由ないんです。確かに、俺らもう、ね、もうひたすら攻撃ぶっぱり、攻撃全振りでいいんだ。こうやって味方同士は当たるんですか。味方同士は、当たります、確かに。あ、なるほどね。当たります。甲羅とか投げるときはそうだね。じゃあこれでやりましょうか。はい。うわ、勝つでしょ、こんなん。これは勝てます。コース、もう好きなの選んでいいっすよ。どう。いや、どうしよう。練習したスライダーでやります。まあそうだね、せっかく確認したいよね。一回それでね、サオ、凄さを見たいよね。サオに勝ったって言えるわけでしょ、これ。言えます、言えます。言いますよ。じゃあまず僕、ハンデなしでもひたすら走ります、普通に。うん、はい、タイムハンデなしで。すごい、これやばい。え、タイムハンデをこの後考えてるの。あ、もちろん、その先考えてる。舐めてんな。いや、チームだからね。コンピューターが負けたらね。さあ、第1位。あー、せやだー。ここしゃあ、ここさあ、まずはぶちます。はい、画面どこだっけ。さあ、僕左です。左上ですよね。2位、
それにぶち当てる。まあ、た余裕、まあ、早速1位ではいますけど、ここから狙われますからね。まあ、ここからいろいろ来るんですけど、そんなの勝手にしとけって感じですね。アイテムと戯れとけって感じですね。うん、あの早い早いな、ついてきてほしいよな、見えないな、後ろに沈めようって、さすが弟子がついてきてる。あ、かけたな、弟子がついてきてんな。弟子やるよ、弟子が1位抜いてよ、弟子が、ナイス、弟子で散らかして。さあ弟子 どうする、弟子さんちだよ、弟子確認。すごいな、やっぱ喋れるな。弟子確認で、弟子どっち。あ、また落ちちゃった。弟子どっち、弟子が横にいるけど、はい、さよなら弟子。弟子ははい、弟子、弟子質感の影響されてこれさ、赤コーラとかさ、手前になると来ないんだ。どんどん差開いていく。これ後ろにつけないと。おっと、君たちないね。よく考えたら、そっか、コーラを後ろ、アースターもらって気づいちゃった。哲也くんよ、そういうことですよね、これ。そういうことなんだよね。僕が前行っちゃうと、君たちが無力化するんだよ。意味ないのだから、本当に。なんとかして追いつけ、頼む。そう、アイテムが車高になっちゃうもんな。うわはいはいはい、この手前、まあ、赤コーラ、それいいね、それ食らっちゃうね、僕。あ、ナイスナイスナイス。その赤コーラ、しかも3つ投げてきてるね、それやらしいね。やらしいでしょ。でしょ、痛いね、それ。あ、いいんじゃないこれ。ナイス、トシミツ。待って、3つ目やばい。トシミツ、俺もあの次、今青コーラ、じゃあ青コーラ。あ、これだ、やばい、ちょっと意外といい勝負かもしんない。いいぞ、ちょっと待って、やばい、OK、無敵時間の延長で、無敵時間の延長で赤コーラ食らなくて、また赤さん引いてる人がいる。君たちさん、3人で連携し合って、例えば赤さん持ってる人を2位出すことによって、俺に赤コーラ全部投げるっていうことができますか。トシミツが今、かわすの待ってたんだよ。連携重要ですよ。あ、いや、俺ちゃんと、トシミツ、俺、赤コーラ持ってるから、 OK。 俺、後ろ上げてるよ。みんなめっちゃ赤コーラ持ってる。え、赤コーラ投げてる。俺も赤コーラ刺さるから、ね、2位になった瞬間に打つで、 OK。どうだ、追いつけるのか。あ、でも結構差がついちゃってる。いやー、どうだろうな、これ。うわ、ちょっと赤コーラが使えないんだよな。ね、これ他の人落としてもいいね。いや、多分トシミツさん早めに譲っとけばよかったね。そうだね、これは僕の勝ちです。いやー、よし、キュンです。うわー、いや、でもしっかり弟子が2位につけていく。いや、弟子素晴らしい。いや、早いよね、やりやすい。そして哲也がでもちょっと取り戻してきますね。オッケーオッケー、はいはい、全員一緒。うわ、早え、ちゃんと。じゃあここから多分もう視聴者も、あ、これやっぱサワヤンゲームズ強いなってなっちゃってるんで、タイムハンデ入れていきたいと思います。これね、まずはじゃあ5秒停止します。5秒、だって今5秒だったらさ、でかいよ。5秒、5秒意味ない、5秒意味ない。俺知ってる。弟子が知ってる。俺知ってる。いや、でも弟子でもこれ僕アイテムないんですよ。確かに。だから5秒もどうなるか分かってる。まず5秒から。確かにな。俺今弟子違うんですよ。弟子になってる。これさ、ちょっと作戦さ、はい、やっぱ2位の人がアイテム打ってちょっと下がって、そうそうそう。やばい、天才が気づき始めた。いや、絶対そうなんだよ。ボン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 打ちまくろ。はい、ってことで第2レースですね。スカイガーデン5秒半で5秒待ちます。もういそこいそこ。なんなら赤コーラ持った人はをマークしてもいいよね。スタート。でも後ろについてもいい。1、2、3、4、これスタートします。はい、もう勝ち。はい。舐めてるな。なんだこのトシミツ、これ何？何？どれ？赤い。それね、コーラとか来た時に使える。あ、やべ。あ、これ保持できないんだ。押しちゃった。よしよしよし。赤コーラ持ちました。2位です。ナイスナイス。サワさん、サワ6。今1位です。もうすぐいますね。来るよ。来るよ。ね、誰今緑これ投げたの。りょうさん上手くない今の。え、今の天才的にうまいぞ。今のは狙ってないです。え、狙ってなくて今のじゃマグレってことですか。マグレです、ね、よかった。天才でした。サワ6位、サワ6位、6位入って、まあ、とりあえずまだ全然追いつけるようになる。赤や、うん、俺一周しました。俺一周してるよ、もう大丈夫、すごいつける。いや、俺今あんまミスないよ、今日。サワ4、サワ俺の、ね、赤コロ邪魔、俺行くとか。ね、赤さんはやばいって。あ、さあ、いつでも抜かしていいよ。ね、ちょっとさ、本当に邪魔。ねえ、ね、外役がやからがいる。ね、外役な骨クスパがいる。足跡が一人いるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと本当それ早く捨てて。オッケーオッケー、取られた。なくなった、オッケーオッケー。ここチャンス。ここで、あ、この次。あ、これに。あ、3位。ちょっと逃げすぎだな。サワ3、サワ3になりました。3入った。緑投げます。あ、ぶど、ぶど。これ緑スタイル投げてきてる。あ、なに、落ちる。危ない、危ない、危ない。でもファッて。さ、ダブル打って、さ、オッケー、2入りたい。さあ、これでサワ3が
地図で待ちな。えそれやないんけいやーそれ待って、追いつかないぞそれ。これはいったっしょ。ちょっと待って、5秒半で面白いねちょっと俺ワクワクしてきたね俺。パワー4位、おじいちゃん相変わらず1位。いやーまずいまずいまずい。おっきい赤コーラまた出たよえ、赤コーラまた出てる入って取ってないけど、もう関係ない入ってないよ。オッケー、避難してる、このうち。あ、そう、俺の前撃ちます。で、マリオさん、オッケー、マリオ当たってくれてる。邪魔ナイスナイス、本当にあいつ大好き、主人公。ちょっと待って、あ、撃ちます。いやいや、これ、静岡追いつかないって。で、自然逃がしちゃってるって。待って、待って、待って、お前らやめろ。ちょ、ちょ、マリオ、マリオに行く壁。やばい、マリオに行く壁。マリオ、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 ちょっといいよ、今避難してるから撃てないよ。どうだ、いや最悪、待って、他の3人負けたから。うまいよ、うまいよ、お前一緒に浮かべていとけよいや負けた、ちょこれで勝負しましょうよ。これでやりましょう。5秒停止で、最終的に誰か1人でも僕より点取れてたら東海の勝ち。あ、誰か1人でも、1人でも僕より点取ってたら。いや、これ面白い次のレース。いや、アイテムなしこんなでかいんだね、確かに。悔しいな、すごいな、アイテムなしで5秒でこれか。間違いない。さあ、現在僕はとしみつさん多分2点差かな。そうね、だからずっと1位をキープしていただければ多分としみつさんが勝つと。としみつを前に上げせればいいな。俺は安定して走り見せるから、ね、いやさあ、第3レースですね。いきました、からスタート、タイミング、ここ、はい、スタート、12、3、4、5、最近です。くそ、避難しないことが重要なんだけど。あー、コイン取れなかったね。あー、落ちちゃった、やばい。早めにちょっとグダッとほしいね、全員。全員ちょっとミスって。みんな真剣すぎて。一旦ミスってもらって、一旦ミスってもらって、ちょっとガール邪魔。ちょっとマリオとかマジどっか行ってほしい。ガールやばい、ね、このメスやばい。ガールだね。あ、ガール、ガール、ガール。ガール、ガール、あ、そっか。あー、待って。テツヤさんか。4、自然4だよ、今。危ない、うわー、しまった、しまった。リョウの後ろに、いらねーこれ。リョウの真裏にいるよ。さっきリョウがいい位置でね、止めてたんだね。そうなんだよね、そのパンが骨くつぱ邪魔なんだよね。どうせもできないんだよね。どうせもできないんだよね。それあ、そっち行ってくるの、本当にやる。いけるよね、これ。いけるね。オッケーオッケーオッケー。うわー、オッケー、やった。おい、トッシー、やばい、来る、当たってるよ。トッシー当たってるよ。トッシー、裏は裏は裏は、あー、邪魔だよ。何持ってる、何持ってるか分かんない。待って、それ痛恨のかも、何持ってるか分かんない。あ、いた、静見えたぞ。あ、やるんだし、やばいね、それ無理だって。え、無理じゃん、それいいよ。俺と亮と沢が同時にいる。危ねー、あ、すっ、くれ、それ。まあ、亮がいい位置を押さえてる。ナイス。いや、まず、うわ、最悪。この雷、ここでちょっとごちゃっとしたか。はい、やった、当たれ、当たってくれ。あ、いるよ、ちゃんと量。あ、うわ、めっちゃ来てるじゃん、後ろ。あ、やらしてきないか。いや、今ね、壁で消すっていう技もあるんだけど、ちょっと難しかった。あ、なるほど、なるほど。すごい、ジャンピングします。はい、ね、それは一緒じゃん。ねえ、それはさ、ちょっと話しかけてる。ちょっと、おもろすぎ。ね、ほんとにそれさ、ズルって言うんだよ。さっき一般的に、いじめっ子だよ、やってること。マジよ。待って、マリオ、マリオいいぞ。マリオ持ってやれ。あ、これ投げろ。やばい、マリオがちょっといい仕事してるはずだから。なんか意味ないよ俺。青コレ投げて。持ってるから大丈夫。一回投げよ。投げれません。でこれ、いや、これ青コレ投げたら俺行くかもしれない。これ1位になった瞬間投げたら。そういうこと。チーム戦だから。投げてみる。マジ？投げてみる。一回投げてみましょう。怪しくないか。一回投げてみます。ミスった、ミスった。どうしに頼むよ。どうだ？俺だー！俺なんだよね。ない！いやー！すごい。いや、マジ怖いけどね。いや、先頭走ってるといいぞ。これ1位だけ厳しい。やばい、42でしょ。待って、9点差やばい。欲しいんですか、42? 42。すごマジで面白いな。これバナナ1個でもあれば全然いけるんだけどな。メダルだけだと厳しい。こんなに無力されるか。くそ、悔しい。いや、でもこんぐらいやってもらえと。
え、でも何度かのひりつくからな。としみつがちゃんと1位取り続けてるのもね、ちゃんとメガコーラも皆さんがちゃんと当てるのがね、やっぱり偉い。仮に飛んできても俺が守ってるから俺が当たんないんだよ、いい、いいチームワーク、いい勝負になってるんだ。ちゃんと3レースですからね。はい、ここもう次負けられないかも。俺やること考えない、ここここ、はい、スタート、1、2、3、4、5、6、だんだん速くなってる。今ちょっと速くなってます。1、2、3、4、5、6、全然気のせい、全然気のせい、ジャマーのめっちゃ違うこと、全然気のせい、何も変わってない、何も変わってない、全く変わってない、全然変わってない。でももう言ってないよ、全然変わってないから。もういい、ガールそれ捨ててガールやばい、それ窓割りはちょっと、これはえ、どうしたらいいんだこれ、使っていいよ、そこで今使えます、今使え、メガソン、今が一番、今じゃない、絶対今使えない、ありがとう、素晴らしい、愛してる。あ、でもこれだよね、コーラとか。あ、素晴らしい、それはこのミス、ちっちゃい、飲み物系、飲み物系、うわー、そっち行っちゃうか、マリオ、ちょっと本当に、え、俺のコーラが全部うまいとか、僕は一応ね、いや、あ、全マリオ、アンスのうまいの、お前絶対、オッケー、パクリックだって言って、共食いしてもらって、ありがとうございます。俺、仕事があったら 200cc じゃなくてできねえんだよな。そんな、一挙に絶妙な調整があるんだ。オッケー、オッケー、オッケー、ミステ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 、あ、これはでかい、これでかい、よくない、こういったルート変えて、こっちから行って、うわこれどうしよう、マジゼロだ、ヤッシー知念だぞ、やばい、やめれば俺様の独断場だ。楽しむがいい、アイテムと共にね、うおー、やばい、アイテムという名のおしゃぶりを口に加え、マリオカート楽しめ凡人どもが。楽しめたの、ちょっとあの職業病で煽り癖ができません。大丈夫だよ、待って、アコーラだね、トシータ、トゲノってどんないんか、アカコーラ俺だよね。トシータ、自分で取り返した、落ちてないの、何何何、トゲノって何位くらい出てる、トゲノ、何、何、もう何位くらい出てる、開けた開けた、もう返して、はい、ナイス、俺は、俺もトゲノ打ってたんだ、トゲノ打ったら俺が死んじゃうんだよ、え、大丈夫、え、でも、最後の最後で俺が打てば、あ、そうだね、さらにぶっ飛んでくるでしょ、トシータ、一回ミスしましょう、俺が確認、いや、これもミスできない、だってコイン10枚取っちゃったもん、ね、だから誰がこれだけでの勝利、マリオ。お前はデシャバだ。ナイスマリオ。俺はもう左目で様の画面を見て、今持ってるコンピューターなしにしたらもっと俺勝率上がったかもしれない、まあ今更だけどすげえ今更なんだけど、最後ミスれるか、そろそろか、ミスれますよ、そろそろか、打ちます、大丈夫ですか、それ、あの一回瞬きしてください、こんだけ俺のよっしゃー、ポケゾー頑張れ、よっしゃプレッシャーだなー、食らいましたね、脱粉攻撃、脱粉されたよ、相手脱粉。オッケー、あー、終わってんねや、それは、手伝う、手伝う、ダメですよ、最後までやりましょう。もうえ、あれって、トゲゾー消えるんですか、どっかで、いや、僕基本的に2位走ったら絶対僕に行きます、青コーラ投げちゃっていいっす、もっと早く投げればよかった、投げちゃって大丈夫です、わちょっと1位に行かれた、6点差、うん、あのジャンプミスったんでかい、あと2回僕が1位を取れば引き分けに持ち込めて、まあ、実質僕の勝利ということで。さああと2レース2位になった瞬間だから集中したい、トゲゾー欲しいな、3、2、1スタート、1、2、3、4、5、早い、早かったよ、いや今全然早くない、本当に全く持ってる、全く持って、普通強すぎるんだよ、全く持って普通。キングテラス、これコンピューター、今がチャンス、コンピューターじゃないそれ、今がチャンス、どれ今その爆弾投げないようにお願いします、後ろのあのあれガールスでやばい、ほんと犯罪者、あーくそ、うわ変態ガールス、そのバナン口痩せなんで変態娘、キングテラスは前に行きたい、キングテラス俺に1回目になる、ね、お前譲るってな、チーム3位、そう3位譲るって、もう頭使え、追いつけねえんだよ、一回もないから、頭あるっけ、いや、追いつけない、マジで、よし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 よみんちゃん、いや、いけるいけるみんちゃん、俺来てるよ、いけるよ、俺来てるでしょ、ちゃんとメダル取って、メダル取ってるから、あれ、さ、緑から危ない、それ1、それ1、よしよしよし、危ない、どうだ、どうする、その緑どうする、まだ、まだ行かない、いやあー、それうまいねー、なかなかうまいじゃないか、よっしゃー
知らせてくれるじゃないか。さあ、ただまだ飛び棒来い、緑か、ひだのダブル防御持ってやがる。また携えてる、うまい、うまいな。ただここから実はスカルプ D っていう技があって、やばい、早くなります。ここミンタも解放しながら行くとギュンって前に行ける。いや、何回するの俺。ちゃんとやってく、まだ行く、まだ行く、まだ総力で追いついて、怖いんだけど後ろ来てんの。どんどん来る、何度だって追いついてあげる。10枚取った、おげぞ来い。え、あ、そっか、神谷の俺だけがソレブにチートした。それチートした。でかいでかい、それでしょ。え、それも、え、それは無理だ。それは、それ聞いてないわ。いったんじゃないですか、これさ。え、やめた、やめた、やめた、いいぞ、ミスらない、ね、それはうぅぅ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 、無理。雷は無理です。雷やばい、いやあ落ちる。今完璧やってるじゃん。いやー、これは、まあ、僕の負けですね、うん、いやすごい、ナイス勝負。いや、これにちゃんと10枚で終わってるから。確かに、いや、すごい、偉すぎる。まあ最後ちょっと1レース残ってますけど、無条件でこれで僕の負けなんで。もう文句ないっす。としみつが9点以上差つくみたいな、そういうのはもう、じゃあ同じく5秒停止でやりましょうよ。俺がそう。俺が5秒停止だ。2位に入ればいいんですよ。じゃあ5秒停止なしでいいんじゃないですか。確かに、確かに、そうしてる。最後5秒停止でも、それは2位取ったらそれでも勝ち。としみつの順位が下がるとまだワンチャン逆転があり得る。ああ、それを目指すわけね。じゃあ5秒かん、あの5秒の感じで、はい、それならいいんですか。まだね、行きましょう。試合はまだ分かんないですね、うん、そうしたら最終です。はい、はい、よっしゃー。3、今後はこんぐらいのペース。あ、見した、1、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、クセだ、クセだ、2、ダメです、いったら5秒、クセ、5秒、クセ、3、俺練習すぎておっしゃった。大丈夫です、大丈夫、待って、長くない、長いって、今回長くない、いけるか、長いって、5、はい、まあさすがにいいよね、こっから、こっから。おい、そうそう、練習すぎてさ、2で押しちゃったよ俺も。そっか、待って、トシミツ普通に強いやつも出てた、出るよ。で、待って、それは聞いてない。うわ、盲点だった。マジでメダルだけだと思ってたのに。ね、ギアはずるいって。ギアはずるい。ちょっと待ってよ、それじゃ意味ないって。でも待って、途中ミスって誰かいろいろ絡まれて順位上がらなきゃいいんだよ。そうなの、ね、もう近いじゃん、すごいけど。いや、総力だけ追いついて、総力だけ追いついてるじゃん。トシミツも早い、出るよ、スターが出る、初めてスターが。いや、ちょっと待って、骨くつぱ早くねえか。いや、全然ミスらないな、一人だな。待って、サンダー持ってる青い子が。青い子がサンダー持ってないよ。もうだから掘られて終わりなんだって。ちょっと待ってください、骨くつぱ早すぎる。え、ちなみに、え、もう3位の、俺3位の、ちょっと、おお、早っ。これ完全に俺の作戦ミスだ。完全になんで俺あんな5秒長かったんだろう。てっきり同じ条件かと思ってたら全然違ってたもん。俺ちゃんと成長してる。うわ、すごい、トシミツがもう後ろにいる。ちょっと待って、青チームで一番なら何も攻撃来ないからね。でよ、そうだね。ちょっと赤、ちょっとやってよ、雷とかさ。何これ、火の玉。おわ、トシミツ待て、赤チーム雷引かない。トシミツなんでお前。お前そんな待ってて、ちょっとさ、東海より3人楽しみでやめてもらって。一応僕もいるんですよ。一応僕のチャンネルで僕いるんですよ。僕のチャンネルで楽しくやるのやめてもらっていいですか。ちょっとちょっと待って、ホントに、してる。うわー、いいじゃん、デンツェ、お前ショートカット知らないから。くっそ、5位が限界。ちょっと待って、せめて1人に勝てたら勝ちたい。すごい、赤コーラがスルーしていく。ちょっと待って、ね、マリオさっさっさとその立つくなんかしてる。おい、ガール追いついた、やばい、ガール追いつく、すごいな、追いつけるんだ、ね、クッパガール追いついて、うわー、追いつかれた。最後に入って、あと前2人で、それちょっと投げ合って、それ1回なんか待って、オッケー、食らってもらって、あ、投げちゃった、間違えて、来てるよ、来てるよ、じわじわ、やばい、やばい、いやー、待って。あ、すごい。おー、最後ミス、最後、キノコ使いながら葉っぱ行くと早いっすよ、めっちゃ。男、そういうこと、ね、ナイス、大好き。そのままもうちょい抜かれて、で、それ、よし、よし、うわー、惜しい、おい、おい、いいよ、あれ、トシミツ大丈夫、いいよ、どうだ、え、どうだった、ん、これは、どうだ。普通に負けじゃねえ、全然希望もねえじゃねえ、負けさじゃねえ。いやでもナイスゲームでした。いやもう、マスに家で
やるマリカで一番おもろかった。あ、マジっすか。いや、これ僕も楽しかったですちょっと今とっさに思いついた企画だったんですけど、思いのほか盛り上がってよかったです。では皆さん、改めまして、あの東海オンエアさんの方でマリオカートね、コラボさせていただいてるんで、まだ見てない方はぜひ動画概要欄から撮ってください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画で僕お会いしましょうっていうんで、最後皆さんでバーイ。はいはい、ありがとうございます。ということで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。